どうも、アレスメディア花尾でございまする。どうも、デンガンです。ハスケンです。ミイです。ルイリーです。森田ズノボガです。サイズです。ピョマルです。ミキタさんの発音が、YouTuber 歴5年ぐらいの発音だったけど、今いや、そうです。クロート、クロートですね。ミキタクロートです。あたかも普通のメンバーかのようです。順番も絶妙に4番目だよ。今日はですね、はい、なんと春休みお疲れ、富士旅行。いやマジでマジで旅行旅行だよ、マジで聞いてないっすね、それは。いや、お前ちょっとほんま、頼むわ、ほんま聞いてないって、ほんま。目的地によっては僕、切れますからね。なんだなんだなんだって伊勢行く、伊勢まあまあ、だるいな。伊勢行く、この前行ったし、お前も行ったから、この前行ったプラス行ったことあるとこやったら切れます。あ、行ったことある。今日は逆サイド、逆サイド。僕明日1時間帰れます。帰れます。プチ旅行って企画やのに、なんでこの、あの、普段のメンバーじゃない特殊な人がさ紛れ込んでるのか、これ理由がないとさ、これ紛れ込まないでしょ、さすがに。それは右田さんはうちのチームやん。あー、ごめんごめん。あ、ごめん、それは。あ、それは良くないっすよ。いや、それは良くないっすよ。いやいや、だって初めてやん、だって出んの。出んの初めて。やっぱ理由あるから。優しくしましょう。ね、ごめんごめん、仲良くしましょう。で、今日は、もう南国の、南国、南国、いや、相対的南国、相対的。いや、なんか多分、でもちょっとだけ緯度が低いってこと。いや、まあまあ、ちょっとは統計135度に寄せるって感じ。あ、なるほど。経度、これ経度やから、経度やから横やけど、それ感じなんやけど。あ、運なんや、それそれはもうどうでもいい。いや、でもそれは、とりあえず、今日行きたいのはもう海です。海、海ね、はいはい、あの、この天候で、あの、この寒さで海、はい、理解しました。はい、というわけで、まあ今日はね、もう海着て T シャツ行こうということで。海着て、海着て T シャツ行こう。なんだその企画。今日やばいな。お前やばいって、お前マジで。お前着てやばいって、ほんま声みたいな。お前疲れてっちゃうか、ほんま。というわけで、今日はね、まあ絶好の雨ということで。まあ絶好にしては降ってないか。はい、というわけで、やってまいりました、今日の企画はですね。あ、あるんすか、ちゃんと。はい、寒いと言ったら即帰宅、ちょっとだけ真冬のプチ旅行。全部雑魚いな。要素全部雑魚かったな。ちょっとだけとか言わなくても企画はさ、もう振ってもらっていいから、全部振り切ってもらっていいから。ちょっととか言わなくても。真冬のプチ旅行は雑魚いな。ちょっとだけ真冬ってね。中途半端に3月中旬やから。まあまあ確かに。まあつっても今日は気温10度以下なんですよね。あ、そうね。今9度、9度、気温。耐えたらどうなんですか。耐えたら全員もし寒いと言ってしまったら、言ってしまったら寒いと言ったらご褒美もらえるか。いや、だから寒いって言ったらご褒美セットあったの今の流れ。あった。寒いと言わなかったら、あ、叙々苑、叙々苑2万円券あげます。あ、それは普通に嬉しい。いや、今日の夜ご飯豪華にしましょう、じゃあ。あ、いやいやいや、これは俺とお前らのバトルだ。あ、じゃあ7人でね。寒いって言葉を暑いに変換し直せばいい。そうそうそう、あの、寒くないもアウトやから。それアウト。それはアウト。あ、じゃあ、おかんは。おかん。じゃあ、おかんは。おかん感じる。いや、まあ、おかんはまあいいや。おかんいいんかい。いや、寒っていう単語にしよう。あ、寒っていう。じゃあ、冷たはどうすか。冷たはまあ、OK。OK。寒すんでしょ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 。アッサム地方は大丈夫。あ、大丈夫ちゃうやろ。大丈夫ちゃうやろ。以上です。はい、これいつからですか。今今今今今今今やばいやばいやばい。今言っとこ、今言っとこ。寒寒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 寒花尾さん一番弱いっすよ。ちゃんと強いですよね。ちゃんと強いっすよ。ちょ、マジで危ねー。言いかけた、言いかけた。なんか風来た。うわ、いやでも激爪。電子入ってんな今日の風。うわ、激寒やで、激寒。暴風に来た。おいおいおい、言えたるか。やばくない？これあれって多分レンガさんのその、やっぱそうだよ。確かにいいっていうあっさぶりを。そうだね、待って、確かにこれこれ審議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 。やばくない？この人激寒。やばいやばい。そう、今のちょっとどうなかなと思ってみて。激寒。服しつけたらあかんよ。あ、服しつけたアウト。でも寒いが OK。あ、ごめんごめんごめん。形容詞つけて寒い。
これアウトです。あ、これアウトですね。ちょっとそれ分かんなかったっすね、ネガさん。そう、今回はエキサブはもう寒いやつ。もう一回だけチャンスください。もう一回チャンスください。もうしゃあなし。おいおいおい、誰にも出る間違いはあります。エキサブってちょっと実験してみて。寒い以上に言ったらあかん言葉やろ。最終実験なの、寒って。ちょっとちょっとちょっと、ごめんごめんごめん、マジ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 ごめん、今その心を確かめたから。危ねえ、危ねえ、危ねえ、マジチャンス耐えた。これでも喋りづらいわ。前からの風で本当にそう思ってるやもん。だって前から結構こういうのがあれやもん、あれしてるもん。ちょっともう語彙力低下する。まあ、じゃあ今日一人まではセーフ。2人目行ったらもう徐々にまで行ったらしい で全員クリアで俺がさらにもうプラスボーナス1万円イエーイ。1人当たり1人1万円、うん、結構でかいな。え、めっちゃでかいですよ僕ら。ほんま編集できない分ここで稼がせてもらいますね。もらえるし、もらえますね。危ない危ない、ずっと俺ちょっと待って、ちょっと待って、これ俺危ないわ。釣り攻撃ね。俺さちょっと俺お前が言ったこと繰り返し言っちゃう病気かかってるから危ない。ちょっと喋らん方がいいかも俺。あ、それお前それ喋らんかったらこれ声になってしまうんですよ。いや今寒い人いる。まあでも言わんかったらいいやろ。言わんかったらいいやろ。手上げるのはいいやろ。手上げるのは別にルール違反だって。ちなみになんですけど、今回ね、はい、この今着てる T シャツなんですけど、はい、これ実はフェレーレンとミキタさんがやってるキャスパージョンの共著。共著って何書いたん？なんか書いたん？そう、まあ今ねさらっと簡単に言うとですね、まあ、海洋ゴミからできてるんですよ。マジ？海洋ゴミ？要はその海を漂ってるペットボトルを回収して作られた T シャツなんですよ。SDGs やん。そうでしょ、ミキタさん。そうです、そうですよ。今のコナン君風にしてるっていうやつで、この T シャツ1個あたりに何本でしたっけ。これ4.7本の海洋ゴミ。おお、はい、だからただのペットボトルじゃなくてちゃんと海を漂ってるペットボトルやから。マジっすか、はい、めちゃめちゃ大変なんですよね。そうですよ、あの陸上ゴミより大変なんですよ、海のゴミって回収するのが。ですよね、確かに。本当に苦労してるゴミですもんね。そう浮遊してるゴミですよね。それを回収しに行ってる業者から一応買ってこれ作ってるんですね。だからほんまに俺らってやっぱ海のサーフィン部やから、やっぱクリーンな海をさ。いやでも俺らが練習してたとこ味噌汁みたいな海やったけど。そんなこと言うけど、まあ、確かに。南国来た。え、ほんまや。南国や南国や。さてや、え、待って、スマ。うわー。スマじゃねえこれ。ハウスない。スマ、スマ水族館やん。え、みんなテンション上がってる。こんな近いんですね。めっちゃ上がってますよ。楽しんでるみんな。で、旅行やのに。めっちゃ楽しんでる。実家に近づいたもん。いや、ちょ、あの、え、大好きすぎてこれ寝れないんです。これずっと着てるんですよ、ね、いくらそれ僕があげたからってさ。ちょっとなんかそれ別にそんな大事にしてんでいいよ別に。え、どうしたどうしたどうした。ヨロマさん、ええってそのなんか、え、なんすか。え、なんでその微妙なその変な着方するの。その布団は扱いですけどみたいなさ。てか、あの、くっそ寒いな、今日。今、すごいやつじゃないですか。え、やばっ、めっちゃ寒いないですか今日。すごいやつですよね。シンプルに。いや、ぶっちゃけ俺マジで余裕ですか。え、まあ余裕やな。みんなアホっすね。マジで、え、うん、ほんまに寒いぞ今。なんならちょっとほんま誰か言ってまいと思い始めた。味方同士でこう気づき合う。誰が誰かぶってくれるかっていう争いまであるから。はい、じゃあみんな行くよ。ちょっとすか。え、荷物さあ、すか荷物。夏の海へ。ライブだ。もう寒い。ほんまダウン着るのやめてもらっていいですか。そうやろ。いや俺はいいね、ゲームマスターやから。セコモ。じゃあ俺と俺じゃ今こう。いやでもこいつだと俺でもセコくなくて。こいつだと俺のバトル。言えるだけなんですよ。はい、この表情。この表情です。もう誰か言えよ。もう誰か言えよ。もう誰か言えよ。もう誰だよ。誰か言えよ。4K は 4K。4K は 4K。オッケーオッケー。
何してんの？え？今聞こえた。今すごい。俺も聞こえたぞ。え？ちょっと待って、カメラ回ってない時に。それもちょっとなんかやめてもらっていいですか？そういうカメラま、なんか絶妙にカメラ切り替えてる時に言わなく、何かしでかしてもらって。なんか言ったんですね。呼びました。俺の耳には入った。再現VTR で誰か。再現 VTR。え、この場合は言って大丈夫ですか？承認。あ、じゃあ今だけ。寒い。めっちゃ普通に言ってる。はい。はい、じゃあ1万円なしでーす。マジっすか。はい、じゃあ、寺村さん。さらばです。さよなら。寺村はもう来ていいよ。あ、ほんまですか、うん、やった。え、なんで来い。え、絶対やるよ。やった。来んなよ。絶対やるなよ。絶対やるなよ。じゃあ、わかった。みんなを言わせれば、寂しくないですもんね。ああ、そうです。こちら側。こちら側です。ゾンビサイドです。ガチ寒いですよ、今日。ガチ寒い。ほんまに。なあ、アホやなこの企画な。おるよお前らも。しょうもない。しょうもないよ。じゃあ企画すんなよ。寒すぎるぜ。みぎなさん寒くないですかマジで。あ、全然ないです。ちょっと声震えとったけど今。でもこう見えてみぎなさん結構年中半袖。そうですよ。マジで暑がりやもん。ただ僕手長いんで。そうなんですよ。出てる設置面積が多いんで。ゴールキーパーサイズ。そうなんですよ。ピロちゃんはもう出ていいの。まあいいよ、ピロ丸はガチでなんか死にそうやから。何も合わせない。で、ハシケンが次やばいのな。あれ体脂肪率じゃない。体脂肪率。あー、蓄えといてよかった。蓄えといてよかった。いや寒いな。大丈夫かな。あれ、これマジでひどい。この人何これ。この格好ひどくない。俺たちこんなんやのに。いや、やめて。これやばいな。当たり前じゃないですか。何してるんですか。多分俺逆ルールやったら多分やばい。ミートテックがない。そっちの方が多分やばい。普通人間そっちの方が頼れるっすけど。いや、そっちの方が多分僕無理っすよ。マジっすか。あ、でもなんか日光、あ、なんか日光東照宮やなこれ。実は3時から晴れっていう予報が出てた。だから今ちょっと太陽の温かみを感じるぞ。めちゃめちゃ内陸や。太陽出てきたら確かに暖かいな。まあ、出んな出んな、マジ出んな。止まれ太陽。ごちそうさまです。なんか錯覚しだしたぞ。なんかごちそうさまです。確かに。でもなんか死ぬ直前あったかくなるみたいな言いますよ。こいつもうすぐ言うぞ。ノエリンから一言もなんか発せられへんもん。こいつはあの生命維持活動に入ってるから喋らないっていう。あのこれいよいよ生命を維持する方向に働いてるから。無駄なことしたら。そうそうそう、あの演者体を捨てて生命に今振ってるよ今。うわ、ピラマルさん。あ、ピラマルさん冬の海もいいですよね、やっぱり。まあ冬だしな。寒いもんな。まあまあでもジョジョエの方がいいっすよね。うわぁ。あったかいです。なあ、もともとあったかいですよ。やばい、これもしかしたら。ちょっと待った、花尾さん今。今やばかった。今やばかった。いや違う、俺今どっちだと思った。いや今はね、今だ。ちょお前、そうさ。今やばかったっすね。はい、終わり。再現 VTR。 再現も何もないし。どこ出身ですか。枚方なんですか。あ、枚方。あ、どれですか。あの、花手って言ったの。あ、あの、放出って書くと。放出って書いて、花手って書くと。あそこ知ってますよ。あの、ボーリング場あるとこ。あ、僕と知らないですよ、7歳の時。花手の今。急に挟むなよ。急に。ちょ、ほんとしかもめっちゃ微妙なところでさ。違う、一個だけ。めっちゃ微妙なところ言うなと。違うやって。その現象を熱いでインプットしてたよ俺。じゃあ逆で。火が出てきて暖かくなってきて。普通に会話だったら普通に。本当に。本当。寒って。危なかった。危なかったじゃないの。終わったよ、終わったよこいつ。これ言い逃れできるやつ。危ねえ。言い逃れできる。言い逃れって言う時点で合うだろ。めちゃめちゃ普通に会話してるじゃないですか。裏の裏書いて表みたいな。
やったから裏書いたもんね咎められかけた念願のおごりなるほど念願のおごりってことか別にいいよ罪を認めた罪を認めてない それで言うと罪は認めてない罪の意識あるよちょっと罪のいや違うあの紛らわしいことしたなっていうのはあるこいつクソだるいぞでもこれでも一旦今電話さんのターンになってスイッチ花さん言ったらダメなんじゃないですかあ、そうだよ今から言ったらダメ今から言ったらダメこれ言ったらダメだから俺がゲームマスター今俺がおごる側にやったそういうことでお前が次言ったらあのまたお前がおごる番何そのゲームいつもあんのでも大人なんで大人なんでじゃあ一旦あいつは認めたんやじゃあもういや認めたそういうと俺認めてないけどないやいやあったかくなってきたらその言葉出ちゃうのよお前不器用かお前だからそのネバニケラカメラちゃんと鼻を捉えといてやいやほんまな最弱の意味出身これ持ったかこれ持ったかイーストブルー出身これ持ったかこれ持ったかほら持ったかそう今ほら火出てきたでしょあ熱い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 ってなるでしょそれ逆に言ってみ逆でスイッチングやからこれのバグが起きるとさっきみたいな事故が起きるバリホットあれさっきのだからコンピューターの事故みたいなもんやからバグなるほどね危ねえマジでバレクションやんこいつノエリンがもう人気者になってるもんねもうこいつは今おせえねえこいつはただの人間なんよカメラ待ってユーチューバーじゃなくてあの人 A ですよホモサピエンスなんですよ今こいつこれ NG ワード1個追加しようかなおぉ何熱いわもう禁止にしよういやバレダイぞこいつ熱いわもう禁止にしようバレダルいぞこいつでもちゃんと喋らないとぬるいいけましたぬるいよ大丈夫あーじゃあ熱いと寒いですねぬくいがちょっと関西弓ぬくいはもうアウトぬくいアウトスタートおはようございますおはようございますよろしくお願いしますありがとうお願いしますよろしくお願いしますラブグラフのカメラマンのじゃあ早速ちょっとなと思ってで、みんな結構半袖意外とあったかいあっ待って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 待これはダメよ、さすがにだから、あったかいって逆やろ、こいつこいつなんでゲームマスターされてもこんな往生際悪いじゃあ、今起こりというわけで、まあ、今回ねこの T シャツ、はい、今着てるんですけども、名前がですねアップサイクルクリーンザ T じゃねえやクリーンザ4月3日に発売する、アップルパイシナモン風味ですもうちょっと寒さに頭おかしなってきたこの4月3日に発売するアップアップテキスタイルサイクルテキスタイルアップサイクルテキスタイルクリーンザ CT シャツです。はい、ありがとうございます。よかったよかったよかった。テイク7ぐらいです、はい、まあ一応日本語で訳すとあの海をきれいにする T シャツっていう。そうですね、はい、ちなみにアップサイクルっていうのはね僕調べたんですけど、アップサイクルっていうのはリサイクルの上位互換ですよね。そうです、まあ、ペットボトルを使って、まあ、より価値が高いものを作るっていう気持ちを持ってすごいリサイクルを挑戦しましょうっていう。地球っていうのはそもそも何対何か知ってます海大陸、まあ、7対3あすごい。え、ちょっと待ってください。俺すごいバカだと思われてますいや、あのね、あのミサちゃんは多分知らないと思ってます。ユギダさんもワンチャン知らんかなと思ったんですよ。いや、大丈夫でした。すごい、ユギダさん、はい、よかったですよね。もう当たり前のように、はい、いくらユーラシア大陸がでかいとはいえ、はい
所詮は3割にしか入ってないですよね。はい、そうそうそう。で、世界の7割は海でできてます。なので、そもそも国に税を納める前に海に税を納めろって話なんですよね、こっからしたら。ちょっと難しかったけど。難しくなってきましたね、話が。海に、だからそもそも人間っていうのは海から這い上がってきた生物なんで、はい、海に何かしら還元しないと。なるほど。で、その海を今汚れてると、ね、人間が住まないからといって海を汚していいのかと。かつてお前たちの故郷だった海を。で、僕としてはやっぱね、長年海に携わってきたんで、うん、ヨットやってきたり、ウィンドサーフィンやってきたり、琵琶湖に住んだりみたいなね、いろいろやってきたんで、やっぱそう、海をね、大事にしたいっていう思いがあるので、今回ね、一緒にね、三田さんとやることになりました。はい、結婚します。写真撮りましたよね。結婚しました。問題提起が結構やっぱ難しくて、サステナブルって。そうですね。だから、まあ、一番やっぱネックなのが、その海洋ゴミってリサイクル界であんま人気がないんですよ。回収するコストが大変で。いや本当に。でやっぱそれをやっぱ再生させるってなると、全体的にこう服に使い切る量っていうやっぱ限界があって、やっぱ人気が出ないせいで海洋ゴミやっぱ回収するっていう人がやっぱ減ってきてるらしいんですよね。なんで、まあできるだけそういうゴミを使って作ることによって、やっぱ海をこうきれいにしていこうっていう人がまあ増やせるんじゃないかなっていうところで、でかつやっぱサステナブルって頑張らないと結構形にするのが難しかったんで、ちょっと僕のブランドだけだと、まあ、ちょっと力不足だなってことで、今回ちょっと協力を。いや、はい、お願いしまして、で作成してくださってるところもすごい前のめりに付き合ってくれてるんで、まあ、おかげさまで、ね、クオリティもすごいいいのがやっぱできて、で納得できるものができたんじゃないかっていうところで、まあ、できるだけ買ってくれた人に押し付ける形じゃなくて、まあ、買ってくれた人にもちゃんとメリットがある服ができたんじゃないかなと思いますので、うん、ぜひ手に取っていただければ嬉しいなと思います。はい、もうめちゃめちゃ説得力がすごいね。俺が喋るようにも。いや、三田さん急に YouTube 歴8年ぐらいの語り。いや、びっくりしちゃった私も。だから今までずっと黙ってたんだけど、やっぱ喋らしたらお手本のようなトーンで。びっくりしたわ。さすがです。いや、やっぱ服に関しては。やっぱスラスラ出てきました。これからの時代ね、持続可能な社会と地球と経済みたいな感じで、まあ、言われてると思うんで、なんかまだまだね、その意識がある人ない人分かれてると思うんですけど、まあ、ちょっとずつね、そういう風な流れに皆さんもね、なんか参加してもらえたらなという風に思います。はい、そのところでもうか、ありますか。喉、声も枯れてきました。なんか、まあでもなんか一応やっぱ今回セクターのメンバーに参加してもらったのも、うん、やっぱ大学生じゃないですか皆さん、うん、っていうメンバーにやっぱこういうのに参加してもらうってこともやっぱ意義あるなと思ったので、うん、確かに、うん、であと一応そのよりその細かい情報はキャスパー4チャンネルに一応めちゃめちゃいろんな数字的なものが入ってるんで、詳細まで知りたい方はよかったらそっち見ていただければ細かいところまで入っておりますので、よかったら見てみてください。はい、概要欄に貼っときます。はい、ありがとうございました。というわけで4月3日から発売されるので、ぜひね検討してみてくれたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。